I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. ヤッホー。ヤッホー。花山さんです。あ、はい、そうでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。美味しそう。リナが来たタイミングでちょうど来た。おはよう。おはようございます。今日めっちゃ顔むくんでるんですけど。大丈夫ですかね。全然わかんない。なんか二重幅がでもいつもよりめっちゃくっきりしてる。いいむくみじゃない？食べたすぎてさ、ドーナツ一人二個。ね、待って。え、頼みすぎかな。4人で来たみたいなんで。何回も聞かれたもん。ドーナツ4個ですか？どうですか？初ヒグマドーナツ。来たことないし、ここにあるのも知らなくて。うま？めっちゃうまい。2個いけるよね。いけるわ。いけるよね。2個ぐらいいける。わかる。美味しい。美味しいよね。うん。なこと美味しいよ。美味しい。みんな来てね。ヒグマドーナツ来てね。食べに来てね。誰？はい。キディランドに着きました。連行です。連れてかれます。お給料が入ったのでキディランドに行きます。わーいわーい、クリスマス仕様になってる。初めて？今から表参道のど真ん中でこちらを開封します。クレヨンしんちゃんの前髪クリップコレクションです。何が出るか。あ、バッグがイチョウで綺麗です。あ、綺麗ですか。先にちょっと見させて。え、目つぶってね。よかった。え、すごーい。え、すごい、すごい、引き強い。いいよ。せーの。え、すごいんだけど。かわいい。しんちゃん、かわいいね。皆さんの今日の服装は。はい、ちょっと今日の服装はゆるゆる、ゆるゆるだけどシティガール。おー、いいですね。全身はこんな感じです。全身はスラックスに合わせてこのパーカーとレザージャケット、このパーカーいいよね。そうなの。これ本当に気持ちいいんですよ。あったかくて裏起毛であったかいやつ。そうなの。着心地が本当によくて、ね、いいよね。ビッグサイズ、ビッグシルエット、オーバーサイズ。この色かわいい。ちょっとちらっちゃけた感じのヴィンテージっぽいですね。古着っぽい感じの加工が。はい、花山さん、本日のコーデは。今日なんだろう。今日はかわいいニットを下ろしました。あこれほんとかわいい。かわいいんだよ、うん、しかもね、見て、ハートになるのこれ。嘘、ほんとだ。ちゃっかりハートになってる。え、めっちゃ可愛いね。ちょっと遊び心があるニットですに、いつも履いてる。もうデニム最近これしか履いてない。どこのですか？ブラックバイマージ。そう。届いたのをすぐ次々に。なるほどね。これかわいい。そうそう、もうなんか2個ぐらいしか並んでたのか。背中が開いてる。かわいい、これ。これ欲しい。かわいい。嫌だよっていうのやめて。お揃い。え、買おうかな。買おうかな。買おうかな。今日のコーデはどんな感じですか？今日はちょっと見えないかも。こっちの方がいいか。ミディアムコーデ。さっきの展示会のミディアムコーデ。かわいくないですか？かわいい。なんか指が多分こう。あ、ほんとだ。指かわいい。あったかくなってるんだ。そう。え、すごい。すごくないですか？デザインかわいい。これもミディアム。あ、中のインナーも？そう。かわいい。最近ゲットした。スニーカー。これやっぱめっちゃ使えるですね。使えるですな。ですね、これ。これめっちゃ使える。カメラ。カメラの使い方。マイルド。かわいいです。
かわいい。え、パンツどこのですか？トゥデイフル？そう、トゥデイフル、アウターもトゥデイフル。え、かわいい、かわいい、かわいいよね。アニヤとのコラボらしい。コラボこんな感じでちょっと色を入れましたよ、今日は。本当だ、かわいい。これアップできない？できる。ショートより並んでないね。京都よりバナラパツに変えた気が。京都ラテのアイスにしました。どっちかでしたっけ。なんか練乳が乗ってるって言ってた。練乳って言ってたね。うまっ、めっちゃうまい。美味しい、甘くて飲みやすい。うーちゃん、ドリーミングから帰ってきたんですよーって。私髪切りましたよー。可愛くなったね。おやつをあげます。ちょっと待ってよ。うーちゃんの新しいこのおもちゃね、この中にね、お菓子入れれるようになってるので、ここにうーちゃんの大好きなお菓子を入れます。新しいおもちゃの中に今お菓子を入れて自分で探して撮ってます。撮影から帰宅しました。今日はパブリック東京さんのリュックの撮影をしてきました。15、6体撮影してきました。ふぅー、帰ってきたらいっぱい荷物が届いてて、これ多分全部ね9点で買ったものなんですけど、開封しよう。見て、いっぱいありますね。まず1個目、これなんて読むんだろう。アミューズ、あ、アイシャドウだ。アイシャドウ買いました。可愛くない？捨て色ない、全部使いやすそうなアイシャドウパレットを買いました。やっぱ日本でさ、アイシャドウパレットとか頼むとさ、結構高いしいいお値段するけど、韓国のコスメのアイシャドウパレットってさ、手頃な価格で可愛いアイシャドウパレットが多いから、全然韓国コスメでいいってなっちゃって買っちゃいました。かわいい、早く使いたいな。メイク動画撮りますね。髪の毛の色を染めたんですよ。暗くしました。あー、やっと届いた。やばいやばいやばい、めっちゃかわいい。気分によって変えたいなと思って、黒とクリア。クリアの方はハングルバージョンおパンチュがもう激カワだったので、クリアはハングルバージョンで、アヒルに乗ってるシリーズのおパンチュ大好きなのでこれにしました。超可愛いじゃん。おパンチのキーホルダー、目代わりでキャラモノバッサ買ってると思われちゃう。あとはエチュードハウスのリップクリームかな、買ったんですよ。エチュードだったっけな、これ。じゃん、人気だったのでこのジンジャーリップを買いました。これがリッププランパの中で一番人気で、すごいヒリヒリ系なのかな、唇ぷっくりするって書いてたんで、私リッププランパ大好きで結構ヒリヒリしてほしいんですよ。やっぱ韓国のものとかの方がさ、日本のものよりさ、ヒリヒリするでしょ。買ってみます。あ、すごい、もうつけた瞬間ヒリヒリします。痛い。でも癖になるヒリヒリかも。あとはこれ買いました。このクッションファンデを買いました。ナンバーズ9みたいなやつでしょ、これ。これ確か風花ちゃんが YouTube 出してたかな。友達がおすすめしてるもの買おうと思って真似して買ってみました。今度メイク動画で撮影します。かわいい。ハングルおパンチュのトートバッグ頼みました。ここにバッチとかつけよう。パンチュの散歩とか、あとエコバッグにもなるから、スーパーに持っていけるし、サウナとかもこれでいけるし、いいサイズ感だったので買いました。こんな感じです。私が目代わりで買ったもの。